じゃーん。ということで、今日も引き続き GoPro Hero 10の、ND フィルターを使ったね、運用っていうのをしていこうと思います。で、まずね、最初にね、ちょっとお得情報と言いましょうか。以前ね、このチャンネルでも紹介した GoPro 専用のジンバルディティンキーファルコンっていうのがあるんですけれども、あれがね、いつの間にか僕が知らない間に改良版っていうのがね、発売されていて、従来のモデルね、僕が使っているモデルでは、GoPro をこうメディアモジュールに入れて使うことっていうのはできなかったんだけれども、メディアモジュールでも使えるプラス版っていうのが発売されてるんですね。で、それのね、25% の割引クーポンっていうのが発行されたので、夏の GoPro ね、ジンバル使って撮影しようと思われる方は、チェックしてみてください。ということでね、この ND フィルター、使っての運用なんですけれども、昨日からね、いくつかちょっと設定を変えている部分っていうのがあって、まずね、シャッタースピードなんですね。120で昨日は運用していたんですけれども、やっぱり120だとね、ちょっとこう歩いている時に滲みがね、出るような感じだったんで、さらに上げて今ね、シャッタースピード240で撮影しています。で、まあね、本当だったらね、やっぱりね、 60fps で撮影している以上は120で撮影したいところなんですけれども、僕の場合ね、よく歩くっていうこともあって、シャッタースピード一つ上げて、今日は240で撮影しています。はい。そうすると、にじみはね、多分ね、なくなると思うんですよね。こんな感じで、大丈夫だと思います。で、まあね、それに伴って、シャッタースピードが上がったっていうこともあって、ISO感度をね、昨日はね、ずっとね、ISO 感度100で固定していたんですけれども、最大を200まで上げました。なので、ちょっと昨日とはね、セッティングっていうのが変わっているんですけれども、こんな感じでやっていこうかなと思ってます。どんな感じだろう。ただやっぱりシャッタースピードが120から240に上がったことで、もしかすると若干光量が不足してるかもしれない。でも ISO 感度ね、400まではね、あんまりね、上げたくないんですよね。それだったら ND フィルター使わないなっていう風な選択肢も、あるな。ということで、今日もちょっとこのね、硬化したこれくぐることでね、どんな感じになるのかっていうのをチェックしてみます。じゃん。ということで、あんまりパカパカはしないんで、これだったら十分許容範囲かなと思ってます。はい。で、今日もね、ちょっと多分YouTube の撮影部屋には行けないと思うんで、キャノン方面からいろいろと気になるカメラっていうのが出てきてるんで、ちょっとそれについてグダグダと雑談できればいいかなと思ってます。はい。ということでね、今日もここからちょっと一本動画作ってみようと思っていて、ちょっとまずね、キャノンの話題に行く前に、この GoPro Hero 10に関するちょっとこう訂正というかね、これGoPro の、ね、夏運用するときに EV 補正ね、-0.5 かけるのがこうデフォルトですよみたいなことを以前動画の中でちょっと言ったんですけれども、シャッタースピードを固定しちゃうと、この EV 補正っていうのがこの GoPro Hero 10使えないみたいなんですね。なので、こう自動の時には EV 補正値っていうのを -0.5 にして、固定する時っていうのはこんな感じで、わかるかな。そもそもね、 EV 補正が選択できなくなるんですね。なのでそれは仕方がないかなということで、今日はこうシャッタースピード240分の1固定で、 ISO 感度の最大を200にしてみました。で、今日ね、晴れてはいるんですけれども、ちょっとこう 薄曇りがかかっているような感じで、それだとね、この設定だとちょっと若干アンダー目に出るのかなっていう風な気がするんですけれども、 ND フィルターに適した、ね、天気とかっていうのがあると思うんで、今日ぐらいの天気っていうのが ND フィルターを使うか使わないかのこう境目になるのかなという風な気がしています。ただね、まだね、全然朝の段階なんで、これがやっぱり昼になるとね、さらに光の量っていうのが多くなってくるんで、やっぱりこう夏はね、 ND フィルターちょっとこう使っていきたいなという風に思ってます。でですよ、今日のこうザズザのテーマ、キャノンが2台の APS-C カメラ出しましたよね。で、これまあずっとキャノンが APS-C のミラーレスを出すっていうのは噂になっていたんです。ずっと EOS R7 っていうのが出るっていうふうに言われていたんですけれども、それが直前になって EOS R10 っていう2台の APS-C カメラをどうやらキャノンは発表しそうだっていうことで、実際今回 EOS R7 と R102 台の APS-C カメラっていうのが同時に発表されて、
EOS R10 の方がエントリー向けで、 EOS R7 の方が、まあ、あのハイエンドモデルみたいな感じ でこのなんだろう、 EOS R10 に関しては最大2420万画素の CMOS センサーとボディ内手ブレ補正っていうのがついていないっていう感じなんですね。で実売が10万円ちょっとっていう感じで、まあ、この辺も、ソニーのね ZV-E10 に近いっていう感じなんですけれども、でその一方の EOS の R7 に関してはまあボディ内手ブレ補正っていうのも積んでいて、結構なんだろう、やっぱりハイエンドモデルらしいモリモリタイプですね。3200万画素の CMOS センサーを積んで、ボディ内で5軸の、ね、手ブレ補正っていうのに対応していて、で RF レンズとの協調で最大 8.0 段の手ブレ補正効果が得られるっていうことなん でしかもね、ロー画像っていうのを秒コマ30コマで撮影できる機能っていうのもついてる感じなんで、この辺ね、ちょっと前にソニーの α1 で流行ったあくまでこう写真を撮影しながらそれをまあ動画化することもできるっていうことで、この辺もね結構やっぱりハイエンドな APS-C モデルっていうことで、キヤノン全然こう妥協してこなかったなっていう感じ でしかもまあレンズもね一緒に発表してきたっていうことで、キヤノンねこうかなりこう気合が入っていて、やっぱこの辺ねこうソニーはやっぱりこう半導体不足の影響っていうのをもろに食らっていて、 ZV-10 だとかその辺の APS-C カメラっていうのは受注停止している状況なんで、その感激を塗ってキヤノンが APS-C をね一気にこう売り出すっていうことで、この辺もね、まあ、僕は今ね一応この J6 使ってますけれども、ソニーのカメラも使っているんでね、この辺のこうキヤノンとソニーとのバトルっていうのも注目していきたいなと思います。はい、で今ねだいぶねこう日が出てきている感じなんで、この状況下だとね GoPro Hero 10に ND フィルターをつけた状態で全然問題ないと思うんで、じゃあちょっとまたこの GoPro 映像に戻ろうと思います。じゃんということで、今だいぶやっぱり日が戻ってくると、全然問題ないですね。まあ、なのでやっぱり季節だけじゃなくて天気とも相談しながらこの ND フィルターっていうのをね運用は必要かなと。まあ、曇りの日とか雨の日はもう ND フィルターつけない方がいいと思います。はい、ただまたそんな話をしていると太陽が少し陰ってきたような気がする。でまあ大丈夫でしょうね、こんな感じで。あ、なんかもう結構こういう花もだいぶ咲いてくるようになった。でそうそう、でさっきね EOS R7 の話題でちょっと言い忘れてたんですけれども、実は EOS R7 にはこの GoPro Hero 10と同じように水平維持機能っていうのがついていて、これもねちょっと気になるんですよね。結構ね EOS R7 こういったこう Vlog カメラ的な使い方っていうのも結構考えられているカメラなのかなというふうな気がしているんで、まあ、その辺デビュー映像を見るのは楽しみですね。はい、ということでね、今回のこのキヤノンの APS-C の2大発表ね、やっぱりキヤノンって自力があるんだなっていうのをまざまざと見せつけられるような感じでしたね。僕はずっとこうキヤノンを使ってきていない人間だから、いまいちその辺の実感っていうのが分かんないんだけれども、カメラといえばキヤノンっていうイメージが強いのかもしれないですね。ということで今からね朝ごはんを買いにセブンイレブンに行こうと思うんですけれども、最近カリカリコーンのコンソメっていうのを食べ始めてハマってしまっていて、あれが結構こう麻薬クラスにハマってしまうっていう感じで、あれをあんま健康的に良くないんだろうけれども、昼前のおやつ代わりに食べるのはここのところの習慣になっていて、ちょっと朝ごはんと一緒にその辺ちょっとゲットしていこうと思います。というわけで今日もねちょっとあまり時間ないんでこんな動画ですけれども、まあこんな感じで日々動画更新しておりますので、気に入っていただけましたらね、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおもかげでした。